クリスタルシャワークリスタルビズクラブ第2第4の水曜日14時からの1時間はビジュアル型ビジネス情報番組、 A to Z に収まりきらないアイマン率いる規格外戦士の魅力を探る。そこに見えてくるストーリーこそみんなが知りたかったことかもしれませんよ。下町エレガント大使記にこの時間は愛の手名人として登場いたします。それではこの番組のアイマンズ、松&マサにバトンを渡します。クリスタルビズクラブ、略してビズクラブ、2016年7月クールもキャプテン松引き続き進行役任命されました。よろしくお願いいたします。なんとなく予感はしますよね。ただのビジネス情報番組ではございません。ビジネス畑で現在宿泊している皆さん、迷子瞑想中のあなた、いい時もあって落ち込む時もあるのは当然です。そこにいる主役にスポットライトを当てて、滝笑いや山あり谷ありのストーリー、等身大の姿をお披露目していきます。きっと自分スタイルが見つかるヒントがあると思いますよ。副キャップマサ、ラジオ初心者マーク大きめをつけながらのスタートです。本当に大きいです。今日はお二人手をつながらなかったですね。一応握手はしてましたけどね。約束ことにしました。終わったら、はい、すいません、じゃあの自分のセリフを読んでる場合じゃないです。お二人が原稿の受け渡しを間違えないかということばかりが見えてましたね。すいません、大丈夫です。ちょっとがなく、つつがなく、はい、はい、オープニングしましたけれども、はい、はい、8月でございます。暑いです。暑いです。大丈夫ですか、体調は。心の体調がちょっと心の体調がね、はい、昨日あのうちの会社は新しい社員が入りました。一昨日入りまして、オーディション、はい、いっぱいやったのね、はい、で昨日やめまして先週の木曜日に入った人が今日やめますので、通りすがりの人たちなんか、これだけ聞くとやばい会社みたいな。私オーディションに行ってあげようか。ぜひ。すいません、すいません、すいません、キンさん、オーディションじゃないんです。何？あの採用面接。業界用語、業界の話。ちなみに一昨日入って昨日辞めちゃったから28歳の男の子で、28歳男の子っていうの？そう、それでその日に、まあ、上司の女性にからかる声出せって言われて辞めました。あ、そんな女性社員いらっしゃるんですか。だからボソボソってしゃべったみたいで、あの、あとそれ何、オーディションの時、オーディションの時、面接の時はハキハキしてたの。いや、してないですよ。じゃあそこで落とさなくちゃ。いや、なんとなくちょっとあの、まあ、ポケモンみたいな感じだったんで、一回ちょっとトレーニングしてみようかなみたいな感じだったんですけど、ちょっとそこ立ってみろ、えいって。トレーニングする前にちょっと逃げちゃったみたいな。じゃあ、また面接の日々が始まるわけですね。そうなんですよ。面接する会社ってどう？そういうのをどんどんやる会社。あ、そうね、面接だけ代行する。そう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 、今ね、月曜日の夜もね、はい、あの面接シリーズが続いてるからね、はい、うん、また今度はね、月曜日夜来るというね、まさね。あ、そうよ、面白かったな。後ろで笑ってるやつが聞けば、アシスタントだよね。大した人が受け入れ来ないんだけどね。そうですね。俺まあそんな形ですけれども、本日もスタートいたしましょうか、はい、ビジネス型ビジネス情報番組、夢だけでは終わらせない未来ストーリーの始まりです。